んにちは、加藤理香です。 FM ひみさんのでのトークの時の続きをやります。詳しくっていうか、その時の流れは概要欄につけとくんで、まあ3時間もありますけどお暇な方おられましたらどうぞ。その番組の時にトークコーナーで Q&A あったんですよ。それのことについて言うよ。あのね、質問いくつかあって、家に帰ってすること、恋人にされて嬉しかったことっていうのは先日アップしたんだけど、死ぬまでにやってみたいことを言ってみようか。死ぬまでにやってみたいことっていうのは、あのねその時はのりこさんがね、世界一周って言われたんね。だから私もそれにした特に思いつかず、すごいどこでも世界に行ってみたいっていう欲望ではなくて、船旅、まあ日本一周でもいいんですけど、船旅したいっていうか、でね、その時言い忘れたっていうか、なので今言ってみるならばあのね、実家のお母さんとね旅したい。だってさ、今健康状態なんだけど、頭も体もね、それがあと何年続くかわからんやん。うちのほらさ、ここの住んどるばあちゃんじゃもうほらおかしくなってしまっとるからさ、そんなことになる前にちゃんとしとるうちに行きたいって思うよね。ただほらお金もかかるしさ、時間もかかるやん。でね、船旅は私何回行ったっけ。船旅ってさ、移動せんでいいやん、自分で荷物とかもさ、トランク持って行けば動かんでいいから、それがすごいほら生倉な私はすごくいい。たださ、船酔いするけどさ、私酔わん方なんだけど、まあ年齢高くなってちょっとさ、なんかグラグラがダメになったっていうのはちょっとあるんかもしれんけど、ちょっとね船酔いはしたんですけど、でもやっぱりね楽しいから、船旅でお母さんと遠いとこに行きたいっていうことがやってみたいことかな。まあ言ってみれば親孝行。まあさ、でもさ、そんな例えば日本一周とかにしたってお金かかる話だし、あと時間もかかるしねって思うとねなかなかの話ですけど、で私もさ、子供が大人になったっていうか、子供が二十歳になって、やっぱ親の気持ちっていうのが分かるようになると、子供から何かプレゼントって、うちの息子はほとんどあまり何もくれんけどさ、もらうと嬉しいけど、何がもらって嬉しいかっていうと、物というよりは自分と一緒にいる時間かなって思うんよ。そうじゃない？ある程度のもんってさ、自分でお金出せば買えるやん。じゃないものってやっぱ一緒の時間じゃないかなって思うんよ。だから心と体がちゃんとする間にどっかちょっと遠出したいっていう希望があります。ただ現実問題としては、うちほらこっちのばあちゃんもおるし、ねえ、長期になると結構厳しいし、お金もかかるしってところなんですけど、実現させたいなっていう希望はあるね。それが私が死ぬまでにやってみたいこと。まあ自分のことであり自分のことでないっていうかなんだけどね。なんていうのかな、自分の欲求に対するものってさ、例えば私お教室をしたりとか、そういうことはやってきたから、今はそんなに強い欲望で何かをしたいっていうのはない。
です。昨日私フェイスブックに書いたんだけど、今庭やっとるやん、ガーデニングで、もっと綺麗にしてオープンガーデン、でオープンガーデンって何かよく分かってないんやけど、多分お茶飲んだりすることなんだと思うけど、はやってみたいと思うけど、めちゃくちゃすごいでかい夢でじゃなくて、やろうと思ったらできるやん庭を整理して、今すぐは無理だけど、早かったら来年にやろうと思ったらできるやん。別にしょぼい庭でもどうぞ来てくださいと言えばできる話やん、誰も来んかもしれんけど、で一応できるけど、なんか大きい大きい欲望っていうのは今あんまり思いつかないんですけど、そのお母さんと旅行したいなっていうのがやってみたいことかなって思いますじゃあまた他の質問は別撮りでやりますね。カトリン、自分の名前もどちらかってしまって、加藤理香でした。じゃあね、バイバイ。